シビウ市電は、ルーマニアの都市であるシビウに存在した路面電車。2011年までにシビウ側の路線は廃止されたが、シビウ郊外のラシナリへ向かう路線の一部については2018年に観光路線として復活している。2021年現在は、ラシナリ市による運営が行われている。シビウ市内に公共交通機関を導入する動きが始まったのは、 オーストリア・ハンガリー帝国時代の1893年であった。当初はトロリーバスの導入が検討され、1904年から営業運転を開始したものの、運転時にスリップが相次ぐなどの課題を多く残す結果となった。これを受け、より安定した走行が可能な路面電車の導入が決定し、1905年から営業運転が始まった。以降は、 シビウ市内を中心に路線網の延伸が継続して行われ、ルーマニアの都市となって以降もその流れは続いた。最後に延伸が実施されたのは1948年に開通したシビウ郊外のラシナリエ向かう区間であったが、当初は河川の付設が行われず、ディーゼルエンジンを搭載した付随車を連結し、エンジンで発電機を稼働させる形での運転が実施された。その後、 1966年に路線の老朽化が深刻化したことを理由に一部路線は廃止され、さらに、渋谷市議会が路面電車の廃止を決定したことで、1969年から1972年にかけて渋谷市内の路線網は撤去された。ただし、渋谷とラシナリオを結ぶ全長 11km の郊外路線のみはそれ。 以降も残存し、ルーマニアの民主開港はスイスから譲渡された電車が主力車両として使用されることとなった。だが、施設の老朽化が要因となり、2011年をもって、シビウ市電の運行は休止した。シビウ中心部からシビウ動物園へ向かう区間については、全路、施設の撤去が実施された一方、ラシナリ側の路線については2012年に、シビウ市内で、 公共交通を運営するターシブから、ラシナリ市へ運営権が移管された。これを受け、ラシナリ市では残された区間を再整備の上で復活させる計画を立て、2013年から2017年にかけて、線路、施設の整備や工実する車両の譲り受けなどが行われた。そして2018年1月12日、シビウ動物園ラシナリ館での列車の運行が復活した。 2021年現在は定期運用の他に団体、観光客向けの貸切運転にも対応しており、運賃は大人8例、子供4例である一方、貸切運賃は500例に設定されている。また、リクエストに応じて、観光案内や地元の名産品の社内での試飲も可能である。観光路線として復活して以降渋谷市電で、 使用されている車両は、オーストリアのシュターンハッファール旅客交通から、譲渡された電車である。元は1951年に、スイスで製造され、同国の私鉄で使用されていた、車両で、シュターンハッファール旅客交通へ譲渡された後は、同鉄道の鉄道線で使用されていたが、2010年代に、グムンデン市内の路面電車と一体化した、トラムトレインへ整備されたことを受けて、余裕となり、 2017年にラシナリッシュが購入した経緯を持つ。設計最高速度は時速6 0トルだが、線形条件の都合から実際はそれよりも遅い速度で運行されている。ありがとうございます。